今回ですね、モンスターハンターフロンティア Z の、ユキミクコラボガチャを引いてみようと思っております。前々からですね、ちょっと動画撮るって言ってて、なかなか機会がなかったんですけど、本日、約3000円ほど課金しまして、ですね、42枚ですかね、チケットを42枚分買ったんですけど、1回のくじにそのチケットが2枚いるんで、約21回ですかね、21回分のガチャができるということで、早速やっていきたいと思います。さて、一応今回の雪ミクコラボくじですかね、ステップアップくじっていうくじらしくて、一応本当は38枚買って19回分しようと思ったんですけど、プレイステーションストアでですね、30枚まで売ってて2100円で、その後ですね、6枚と1枚1枚とかとですね、ちょっとなんかもったいないんですよね。なんでまあ思い切って30枚と12枚を買って約3000円分の3000円分で42枚ですかね。それでちょっとくじを引いていきたいと思います。一応ここの各種アイテム受け取りのアイテム販売商品受け取り、あとこれでですね、約42枚で21回分引きますんでね、ちょっと引いてみようかと思います。これとこれですかね。よし。そして一応今回のガチャがステップアップなんで、一応チケット38枚、9時19回分で雪ミク生産券が、10枚手に入るんでね、一応10枚で防具一式はできるらしいんでね、まあ、外れても大丈夫なようになってるはずなんで、まあ、早速引いていきましょうかね。ステップアップくじのイベントステップアップくじですね、これの、雪ミクコラボガチャ、ここですね。で、一応当たり一覧っていうのがあって、まあこの雪ミク生産券ですかね、これが確かですね、70枚でフル強化までいくらしいんですけど、ですね、長所お待ちください。当たった。一応あの生産には10枚で各部位2枚ずつですね、そして最終強化まで約70枚いるんで、まあ70枚ゲットできればいいのかなと思いますけど、まあ、他にも武器とかの生産権とかあってですね、 0.5% ってさ、まあ HC 素材よりも確率低くて 1% よりも低い。まあ一応自分のフレンドさんとかは1万円分ぐらい課金したって言ってましたけど、まあ外れはこの回復薬 G2 かな、グレード。一応自分得点できた2枚を引いた時はこの根性札グレードこいつがですね出ちゃったんで、まあ、今回なんとか42枚分使って、まあ、ここら辺が出ればいいかなと思いますけどね、まあ、とりあえず引いていってみましょうかね。ちょっと待って、これですね、ステップ6回目の、まあ、19回目ですね。でこの雪ミクが取れるんでね、とりあえず1回目いきましょうかね。まあ、一応自分42枚買ったんで42枚、まあ、全部使っちゃうんでね、とりあえず1回目、
まあ、ここでいきなり70枚いただいたらいいんだけどなとは思うんだけど、さすがにそれはないか。おっと夜空、これなんだろう。10枚、あ、早速なんか来たな。あ、ラッキーだな。一応弓だ、まあ、10枚で武器は生産できる感じなんで。でも最終強化までに約60枚いりますね。なんであと50枚ですね。当てればいいんですけどね。次いきます。ほっ、緑色。スペリアチケット10枚と回復薬20。ほうほうほう、抽選結果これ素材4枚使ってるね。まあ、ステップアップしてるから大丈夫なのかな。続けて引きます。6枚消費して大丈夫なんだよこれ。次引きます。もう一枚いかないかな。あのこの緑色って外れっぽいな。がっつり外れですね。いやー、根性札グレードいらねえなー。回復薬、あーマジか。まあ、次のステップいきますかね。で次10枚消費していきます。緑は来ないで、あ、来たんじゃないこれ、ここ来たんじゃない、あ、来たね。また弓とタクト生産権10枚マイトレ、そういうのはいらないんじゃね。いやー来ないな。70枚、一応このタクト、星空タクト、ランスさんのこれ、まあ、これも10枚あれば生産可能な感じかな。くそ来ねえな。70枚来ればいいのに。まあ、次のステップで次20枚消費ですね。これステップアップしてるんだよね本当に。20枚消費して所持数20枚、 OK。 ここで、お、ラスト、あ、70枚来たわ。70枚来ましたね。70枚来て雪肉生産権めっちゃ来たな。夜空タクト、これまたランスですね。別ランス、別ランス来て、弓が星空、さっき夜空だったかな、星空だったかな、どっちか覚えてないけど、あ、70枚来ましたね。 0.5%、 これは運がいいのかな。まあ、何分今回モンスターハンターフロンティアのコラボくじは自分は初めてなんでね、これが良かったかどうかっていうのはちょっといまいちわかんないんですけど、でもまあいいんじゃないかな。70枚が来ましたからね。 0.5% がこれ全部引き終わりかな。で景品は一時保管されています。今すぐ景品をアイテムボックスに送りますか。あ、送っちゃおうか。 OK、 夜空と星空タクトに雪肉生産機70枚に結構いろんなのが手に入ったんじゃないかな多分。だけど星空の弓が手に入ってないんじゃないかな。
で星空の弓が手に入ってる、星空の弓手に入ってて、夜空のタクトも手に入ってて、星空のタクトか、星空のタクトある、星空のタクト、あ、全部手に入ったな。まあ一応フル強化までできるのは防具だけですけど、まあいい感じに手に入ったんじゃないでしょうか。マイクス、これで3000円ですね。チケット、雪見コラボガチャの、2100円で30枚を1つと、12枚で900円を1つ。で、計42枚使用しての雪見コラボガチャでした。どうでしょうか。ちょっと自分がね、本当に、過去のくじとかね、やったことある方だったら、おっとか言うかもしれないけど、自分がちょっとね、普段ソーシャルゲームとかも課金はほぼしてないんでね、これが運がいいのかどうかっていうのはまあわかんないですけど、でも一応ね、今プレイステーションストア見てるけど、防具一式ですかね、キャロルセットとか、フェイトキットとか、それが大体が2880円で売ってるんで、まあ、3000円でちょっと課金していろんなアイテムがついてきたって考えればお得なんじゃないんでしょうかね。よし、とりあえずちょっと、まあ、アイテム取っちゃって、あと2枚余ってんじゃないかな。あと2枚余ってんじゃないか。あ、もう余ってないか。よし、まあこれでよかったんじゃないかな。早速作りいきますかな。多分ここで作ると思いますんでね。まあ、自分一応、男性のアバター使ってますんで、キャラクターを使ってますんでね。で、まず防具から作ってみましょうか。特典も、オリジナルキットかな。あ、このハリセン独自防具ですよね。で、頭。あ、作れますね。まあ、基本自分剣士なんで、剣士側を作っていこうと思ってますけど、試着ってこれ変わんか、何も変わんないよな。何が変わんない、ヘッドとマスク何が違うんだ。あ、上ついてるいいかな。素材が、あ、ですね、この雪肉2017生産券で 1V に1枚いるんでね、1V に2枚いるんでね。で、一応ヘッドを、まあ、作る。いいかな。ヘッドを作って、そして、まあ、装備しましょうかね。あ、すっげえな。頭だけですごい存在感だ。で、まあ、銅。で、次がベストですね。お、装備して。で、次腕。で、足ですね。で、装備。こんな感じですね。男性の場合は着ぐるみですね。女性の場合は初音ミクみたいな感じで結構可愛らしい感じなんですけど、自分の場合は男性なんでね、こんな着ぐるみみたいな感じですね。こんな感じになっております。いいんじゃないかな。今後ネタ装備として使えるね。で、一応武器ですけど、特典武器の2戦目武器の確か、まずは、ランスの方にですね、どれかな。ただランスの方にですけど、なんかめっちゃ色々作れるな。なんでランスじゃないのかな。ルーザーに気に入るのやつがあれば、グレードが使えたんですけど、あれ、ガンランスじゃないのかな。
万しないですよね。両方作れますんでね、10個と20個あって、まあ、生産していきましょうかね。とよし、すごい、はい、そうです。1を、ずいぶん100個か、装備したっけ。こんな感じですね。もう片方が、もう片方のやつがこっちですね。まあ、フル強化にはできないけど、まあ、広場で装備するのもいいんじゃないですかね。10枚、30枚で、まあ、強化はまあ変な感じになりますけどね。次は別生産してみるかな。よし、ちょっと、まあ、一応ガンナ遊びじゃないんでね、まあ、こんな感じですね。でもう片方か、後からちょっと欲しくないかな。もう片方がこちらですかね。よし、色違うかな、こんな感じですね。で、一応自分が考えたら得点じゃなくて得点ゴールで、一応強化の枚数も考えてもガンナー装備も一応作る分が作れるな。何枚あったっけ、もうあと78枚あるんで、まあ、一応強化にあと60枚使っても18枚余るんで、ガンナーのボールも作れるな。さっきだな、ちょうどいい感じか。装備とかでね、ちょっとネタ装備にしたいんですけど、内装備装備、まあ、ロビー用今週だね。どれぐらい課金されたんでしょうかね。自分のフレームさんにいつも入ってくれてる方はですね、1万円課金したって言ってました。自分は3000円程度でちょうどいいかなと思いますし、
試し切りに行こうかな。軽く試し切りに行ってみましょうかね。よいしょ。ちょっと回のクエストに行こうかな。なんか、まあ、とりあえずランプ立てるのと借りに行ってみようか。よいしょ。一応この確か、ユキミックコラボガチャは結構期間限定なんでね、もし興味がある方いればですね、早めに九条引いた方がいいかもしれませんね。こんな感じか。完全に浮くような。で、片手剣、おお、すげえな。なんだこれは。オーラを待ってますね。ちょっと待って。早っ。こんな感じなんで、自分今、僕の方なんですけど、ほっ。すごいね。リーチも長いしね。音が切った時に音がなんかキラキラ言ってる。いいね。まさか全ての武器を作れるとは思わなかったけど、みんなこんなもんなのかな。確か風さんにはなんか一発で70枚出たって人も確かいましたしね。ガンナー系の方も作って、ちょっと弓も試してみようかな。ほい。ランプス、ランプス。めんどくさいやつ、やってたの。結構、どうみたいな人って、もしかしてるのかな。足音がないな。いつもガチャガチャ言ってるのに、基本いつも装備持ってるとガチャガチャ言ってますけど、そのガチャガチャ音がないですね。あ、汚れそうだな。真っ白ですね。なんて倒した。 OK、 こんな感じですね。氷属性ですね、1200で、もう片方が、水属性の1200ですね。耐震性も 10% あって、あ、これあれか、スロットがある感じか。そう、一応最低強化までいくと攻撃力が714と属性が1200までいく感じですね。現在は強化は一切してないんじゃない。多少のことも、ね、参考になればかなと思って動画撮っております。弓もちょっと使いたいな。ガンナー装備を作ってみよっかな。一応属性もガンナーの方も同じですね。ちょっともう片方も作ってみよう。
ちょっとあんま変わんないけどね。まあスキルとか変わってくると思うので、エクスドールのスーツの方かな、装備して使いに装備できない。次ガードの方ですね、作って美しい、まあ、コートの方ですね、作って、次が足ですね、ブーツの方を作って、まあ、自分は多分ですけど、あの剣士の方をなんていうのかな、フル強化にすると思うんで、さて道具装備アクエストというので作ったのがあるはずか。まずちょっと弓を装着して、これか装備して、で防具も装備して、フロンティアでガンナー装備を作るのは初めてなんですけどね。よいしょ。とりあえずと。ここで。まあ、1の。ヤンク1個だけでいくか。よいしょ。1を。紙の段階とかもあってですね、拡散貫通、連射貫通、レベルが3344とか、よし、いきますかね。まあ、赤い部分、ここら辺とかちょっとね、カットしてもいいかなと思うんですけど、まあ。私に編集技術がないんでね、ちょっとリアンクここら辺なのかなとか思うんですけど、いないな。あ、違う、一番最初かな。違う、一番奥だったっけ。早く行きたいんだけどな。編集がうまいとこかとか、カットするんだろうな。貯金的には簡単なんですけど、よいしょ。ここにいるのではないか。ない。あそこ雨だから銃がないんだ。どこだ先生、どこだ。そういや一周しそうだな。出会わないな。嫌われちゃってる。みんな試し打ちなのにな。いっか、リタイアしちゃおう。ここら辺で倒した。よいしょ。こんな感じ、こんな感じか。そしてあ、発射音がいいな。
段階目が拡散で、2段階目が貫通、3段階目が連打、4段階目まではダメだよね、確か。そんな感じっすね。それで一気に、まあ、こんな感じです。結構音もね可愛らしくていいんじゃないでしょうか。よいしょ、よし。あ、ちょっとあとスキルとかもね気になる方いらっしゃると思うんでちょっと紹介しておきたいな。スキルなんかもですね紹介したいと思います。ガンナーの方がこんな感じですね。攻撃アップ、攻撃未遂、凍結耐性なんかもいろいろついて、確か強化するとまたあの、HS シリーズとかなんかシリーズありますもんね。それで変わってくると思うんで、ガンナー装備、まあ、一応未強化ですけどね自分は。で、剣士の方がどんな感じだったかな。装備、内装備セット、まあ、こんな攻撃がアップと切れ味アップか。せっかくしフル強化してみっか。一応ちょっと剣士の方をフル強化してみようかなと思います。ボールの強化でいいのかな。こっちですね。レベルアップじゃなくてこっちだよね。あ、結構いろいろいるのか。多分強化できるのかな、なんだかんだ。材料不足ですけど、最終的にどこまで行くんだ。あ、最終的にやっぱ ZP までですね。まあ一応自分ちょっと材料が足りなかったですけど、最終強化までは70枚いるんでね、各部位14枚ですね。生産に10枚使ってるんで多分強化60枚まで切れるんでね。初回生産に必要な枚数が10枚で、最終強化までに必要な枚数は70枚ですね。で、防具の、武器の方が、生産に10枚で、で、最終強化までに必要なのが60枚ですね。ちょっとまあこんな感じでしたけど、ちょっと自分がね、フル強化まで持っていけなかったので、ちょっとどんな感じなのかわかんないですけど、もしよければですね、調べていただければ。公式に載ってますんでね。どんな感じでしたでしょうか。一応今回自分は、3000円分ですね、3000円分42回分の、コラボガチャで、まあ、全ての武器がまず作成できたのと、あと片方のフル強化ですね。多分自分は、その剣士タイプの方の防具をフル強化するチケットと、あとガンナー用を適当に作りましたけど、人によってはフロンティアポイントでしたっけにする人もいるのかなと思いますけど、自分はしなかったんでね。基本的にはあれかな、広場で、広場用の装備にしようかなと思っておりますのでね。結構
見た目も可愛いので、ぜひぜひあのチェックしてみてはどうでしょうか。一応今回自分男性版でしたけど、雪音装備、雪ミクの方もですね、あの可愛らしいので、ね、ぜひぜひチェックしてみてください。うん、まあ良かったんじゃないかな。3000円でこれは良かったんじゃないんでしょうか。このイベントステップ雪ミクコラボガチャでしたけど、結構パーセンテージもまあ低いな。どうだったのかな。ここら辺も6%とか。結構パーセンテージがもう書いてあるのはありがたいですね。大体の確率が分かるんで。でも今回自分運が良かった方じゃないのかな。まあ、ここで運使っちゃって、ゲーム内でね、1% の素材出ないとか、セーブですけどね。そしてまあこんな感じでした。ということで、今回の動画はですね、生放送じゃなくてアーカイブで上げましたけど、今後もですね、モンスターハンターフロンティアで生放送をいろいろしていこうと思っていますんで、もしよければですね、見に来ていただければ嬉しいです。よし、ってことで、今回の動画をお待ちしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよければですね、チャンネル登録、またフォローの方よろしくお願いいたします。